はい、どうぞ、こんにちは。TI からのプライスと申します。昨日深夜から本日の未明にかけて、シーズン17で最も大規模なサバ落ちが発生しておりまして、これに関して自身の DM にも多くの問い合わせがありました。でまた、これとほぼ同時に、コントロールがなんと APEX から削除となりまして、これも多くのユーザーの注目を集めているんですね。で今回は、この一連のサバ落ちとコントロール削除の理由についてをですね、詳しく解説をしていきます。それでは今回の動画タイトルといたしましては、コントロール削除とサバ落ちについてということでですね、じゃあ一体なぜ今回これ削除されてしまったのか、これについてをですね、運営が発表しておりましたので、詳しく見ていきます。ではまず一つ目、本日の運営の発表です。まず、APEX では、本日の午前0時頃よりマッチに入れない問題が多発しておりまして EA のサーバーに過剰な負荷がかかる影響でそもそもプレイが難しかったんですね。でこのサバ落ち自体これまで定期的に発生しているんですけども今回のサバ落ちはすでに解消されておりましてリスポーンこのように発表しておりました。プレイヤーが試合に参加できないという問題は解決されました。金曜日にご協力いただきありがとうございます。素晴らしい週末をお過ごしくださいとコメントしてるんですね。しかし、これと同時に、コントロールにおいて、ある問題が継続して発生しておりまして、なんと、これを理由に、本日、コントロールがですね、APEX から削除されることとなったんですね。で、こちらに関しましては、リスポーンこのように発表しておりました。APEX チームは、プレイヤーが A、B などの旗ゾーンにスポーンできないというコントロールの問題を監視しています。修正に取り組んでいるため、本日午前3時、これ日本標準時ですね、に、コントロールをミックステープのローテーションから外しますというふうにコメントしたんですよ。これは以前から発生していたバグでありまして旗からスポーンできないために本来のゲーム性が失われつつあったんですね。でこの修正を理由としたコントロールの削除は APEX では史上初なんですけども農家のミックステープモードについては通常通りプレイできるため、まあ、ここについては安心してほしいです。ただこのミックステープの中ではコントロールっていうモード自体かなり昔から人気がありましたので、まあ、今回のこの削除についてはですねこれに対してかなり落胆する声もあるわけですね。ただこれなんとですね修正時期そしてこれが再度ですね戻される時期については全くの未定となっておりますので今後ですねしばらくはコントロールがプレイできないそういった感じなんですよ。でもしこれに関して皆様なりの何か意見ありましたらぜひともですねコメント欄にお願いします。まあ、といった感じでですね、今回の動画以上となるんですけども、もし今回の動画参考になったって方いましたら、ぜひとも高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではこちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。